北海道道128号札幌北広島環状線は北海道札幌市西区と北広島市を結ぶ堂々である札幌市行きは札幌市管理路線札幌市の市街地の北側外苑を通り江別市北広島市とを結ぶ路線名は環状線となっているが奇襲点は大きく離れている2010年3月に策定された 道央都市圏の都市交通マスタープランでは、北海道道46号江別江庭線と合わせて、札幌県連携道路を構成し、道央県連絡道路を補完する路線として位置、続けられている。江別市内に枝線が存在する。本線、江田線ともに未開通区間があり、札幌市東区、中沼町から豊平川を挟んで、江別市、角山までの区間は未開通である。 認定当初は北広島市中心部を経て、現在の道市大曲り中央2丁目を終点としていた。国道274号交点が終点となったのは1994年4月1日からである。国道36号へ至る区間は北海道道線8 5号栗山北広島線の一部となった。起点から札幌県都市計画道路大岩分通として、 北東方向に進む。大岩家通は、札幌市西区と手稲区の境界をなす道路である。また、この区間は、速道付きの幸福院の整備がなされている。現在のルートは、札幌市北区と田町で右折し東15丁目と田通りとなり、と田で7条4丁目で左折し新こ二2通りに、入った後、北区西原戸から住宅地の外周を抜ける細い道路に入り、 国道231号に合流している。新琴と二通りから国道231号の間の区間は非常に道路幅が狭く乗用車同士のすれ違いも困難な道路である。しかしながら2006年3月にトンデン地区の北部を抜けるトンデン・バラト2が都市計画決定されており今後こちらのルートが整備され切り替えられる予定である。 国道231号との交点からは、バラと福井2となり、札幌市北部のニュータウンである愛の里の中心部を抜ける。さらに南東に向かい、東区、中沼町に至るが、ここから豊平川を渡り、江別市、角山までの区間は未開通である。この区間については、豊平川に札幌江別大橋を架橋し整備する計画があり、 事業化は2016年度以降の見込みである。国道275号からは、5丁目通りとして、高坂会長の工業団地の中心を抜け、北海道道110号江別インター線に合流する。ここから終点までは、北海道道110号江別インター線及び、北海道道46号江別江に線との、重複区間である。江別の顔作り事業の一環として、 都市計画が策定された区間。枝線起点の江別市弥生町から国道12号を南西へ進み、江別市幸町で左折し新栄通りに入る。鉄斎線との交差点から、南は中原2と名を変え、JR 函館本線の高架下を通る。東、のっぽろ小学校から200メートルほど行ったところで、右折して南台2に入り、白樺通りとの交差点に至る。 ここから、枝線終点までは、北海道道線5号、のっぽろ総合運動公園線との重複区間である。江別市港栄町付近札幌市北区、篠路町福井付近枝線沿線にある施設など、重複区間は除く、枝線、ありがとうございます。